出世欲に取り憑かれた若造に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラの暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。君だ。君が現れてくれたおかげで登場会は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。チング、貴様。悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み、日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。何。指。もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。私は100億をあなたには渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何をバカなことを言ってるんだ。そんなことをして何のメリットがあると言うんだ。何にも分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら。何を言ってるんだ。カズマ、ハルカをこっちに。これで弓とハルカには手出しできねえな、ジング。なあジング、セラ会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何。会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身を。だから自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな。何を根拠にそんなことを。風間さん、頼みます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来登場会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。後目は風間さんが決めてください。登場会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやっさんが命がけで残したんだ。うるさい。セラめ、この後に及んで私をなめるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばなあ。だがそうはさせねえ。俺は風間のおやっさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は登場会四代目桐生一馬だ。
さすが、一人でよくもそこまで頑張れるものだな。何人でも相手になるぜ。無理をするな。もう息も絶え絶えではないか。藤川喜友、伊達さん。神宮恭平、今四課が逮捕状を請求した。贈収賄、銃刀法違反、殺人教唆、お前はもう終わりだ。証拠は何もない、当たりだ。やめろ。ダメだ、伊達さん、ここじゃ町に墜落する。くそ。伊達さん、こうなった以上全員死んでもらうほかない。覚悟はいいね。
奴ら。
死ね。錦山くん、終わったか。これでようやく落ち着けるな。にし、なん、爆弾か。ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ、100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな、当然の話か。にしき、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても東条会の跡目になる。なあ錦、それは無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え、どういうこと。言ったろキリュウ、俺は10年前、お前を裏切ったあの日から誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってて。ああそうだ、俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよ桐生。俺はユミを愛してる。だがユミは一度も俺を振り向いてはくれなかった。ユミの中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレイナだったっていうのか。そうだ、俺は100億を手に入れ東条会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何、そんなことして何になるの。そうだ、運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら辛いこともすべて受け止めて、それでも逃げないでたんじゃない。カズマやハルカのように。うるさい、どうしてお前は俺を認めてくれないんだ。ニシキ。なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。
やってこい！
の人じゃあなたが何でもするからさ。自分の目で確かめる人が必ずてっぺんに立ってやる。誰だがお前とはもう一度一緒にやりたくなる。もっと来いよ。せいや、なんだこのパンチは。キリュウ、行こうぜ。意識Oh!
ユミ、これは。ごめんね。私、あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後も、こうしてあなたのことを。私、弱い女だった。記憶を失ってからも、本当はあなたのことだけは、うっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でも、あなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。すべてを思い出せない。そんな、あなたのことを、待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。でもね、遥は何もかも失った私にとって、たった一つの宝物だった。だから、遥とお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。遥、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私まだやらなきゃいけないことがあるの。金はあってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ、錦！
な奴に好きにさせて たまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ、錦木、錦木。ユミ、ユミ、しっかりしろ。お母さん、ごめんね、ハルカ。やっとお母さんって言ってもらえたのに。ユミ、10年前、いや、それよりずっと前から言えなくてすまなかった。好きだった、お前のことが。これあなたが持っていてくれたの。シンジのやつが死ぬ前に錦から奪い返したんだ。よかった、また帰ってきた。あなたが私にくれたたった一つのプレゼントだもんね。 ありがとうね。私、結局全てから逃げてたのかもしれない。あなたからも錦山くんからも。でもね、私後悔はないの。あなたを忘れないためにまた記憶がなくなってしまっても思い出せるようにってこの入れ墨を入れたの。月下美人、一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。お母さん、はるか、いい？どんなことがあっても逃げちゃダメ。逃げたら私みたいに幸せ逃がしちゃうから。いい？絶対に逃げちゃダメ。カズマだな。おい、やめろ。しかし、事情は後で話す。お前ら銃を下げろ。キリュウ、お前は悪くねえ。だがこの山で逮捕されたらもうシャバに出れん。俺についてこい。
もういいんだ、伊達さん。ユミも錦も風間のおやっさんも、もうみんないない。だから人思いに逮捕してくれ。ふざけるな。お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。かけがえのない。そうだ、お前が無所に行けばこの子はまた一人だ。お前それでもいいのか。伊達さん、会長、待ってください。来やがったな。おい、キリュウ、こっちだ。じゃあ、お前らしっかりやれよ。行くぜ。頼む。ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ、義理は果たしたつもりだ。しかし、聞いたことねえよな、組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で、五代目は誰にしたんだ。まあ、世良会長やおやっさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。うん、誰なんだ。まあ、意外なやつだよ。おい、元会長、つけられてるぞ。え？おい、もしかしてあいつが五代目なのか。ああ、奴ならきっちり登場会を立て直すさ。じゃあ、行くぜ。ああ、もう戻ってこないのか。さあな、また伊達さんから呼ばれることがあれば来るかもしれないぜ。そうか、だが残念ながらそれはないと思うぜ。俺はしばらく鞘と暮らしてみるよ。今までになかった家庭ってのを楽しんでみるさ。おう、じゃあなおさら俺がいない方がいいな。ああ、もう胃が痛い毎日とはおさらばだよ。じゃあな、もう警察の世話になんじゃねえぞ。大丈夫だ、あいつと一緒なんだからな。そうだな。ああ。